こんにちは、キューブです。今回お送りするのはトランスフォーマーの海外版のアイテム。国内ではまだ発売されていないんですが、発売自体はすでに予告されていて注文も始まっていますね。というわけで今回お送りするのはこちら。はい、こちらですね。パッケージのアートを見ていただくとお分かりの通り、相当特徴的な形のものに変形するトランスフォーマーですね。というわけで今回お送りするのはこちら、海外版トランスフォーマージェネレーションズタイタンズリターンよりリパグナス、こちらお送りしていきます。ではまずパッケージから見ていきましょう。全体の見た目はこんな感じ。パッケージのトップを見てみると、ここにプライムウォーズトリロジーというロゴが入っています。過去の動画で1回ぐらい説明したことあったかもしれないんですが、このプライムウォーズトリロジーというのは海外のトランスフォーマーのここ最近3年分ぐらいに展開されているシリーズ、要するにコンバイナーウォーズ、タイタンズリターン、そして今展開されているパワーオブザプライムズ、その3つを合わせた3部作の名前がこのプライムウォーズトリロジーという感じになっているんですが、今回のこのリパグナスはですね、ここを開けてみるとここに書いてあるんですが、ご覧ください、タイタンズリターン第2シリーズということになっています。現在ではすでに国内も海外も両方で第3シリーズであるところのパワーオブザプライムズ、まあ国内では1つ目2つ目に関しては特別名前が出なかったのでパワーオブザプライムズが初めての名前みたいになってますけど、まあ要するに3つ目のシリーズが展開中なんですが、こちらは少し遅ればせながら発売された第2シリーズのアイテムという感じになっています。でですね、今まさにお見せした通り、パッケージの正面がこういう風にフルアートになっていて、その部分を開くことができるようになっています。ちょっと特殊なパッケージですよね。実はこちらはですね、単なるタイタンズリターンの通常シリーズという感じじゃなく、まあ数量的に限定ではないみたいなんですが、最終版に発売されたいくつかの特殊な仕様や塗装が施された3つのアイテムのうちの1つという感じで発売されました。3つはそれぞれ、1つ目がブラストオフ。このブラストオフはですね、要するに国内で発売されたユナイトウォリアーズのプルーティカスについてきたブレストオフ、これのまあ要するに同型の2度目のリカラー版という感じになりますかね。そして2つ目が今回のこのリパグナス、そして3つ目がこちらももう最近国内でも並行輸入が届き始めているんで、レビューの動画出してらっしゃる方もいますが、パンチ&カウンターパンチっていうキャラクターですね。これも日本国内ですでに発売が予告されているので Amazon なんかで写真を見ることができますが、要するに昔の G1 のダブルスパイのリニューアルアイテムっていうことになりますね。まあ実は今言った3つの他にもですね、この縦型ではないもうちょっと違う形のパッケージでグロテスとか、あるいはブラーのリデコによるアーシーとか、まあいろいろ出たことはあるんですけど、ちょっとですねレギュラーシリーズとは違った感じの仕様や、ちょっとだけデラックスな感じの塗装なんかを施した限定版っぽい雰囲気で出ているアイテムっていうのが、まあどのシリーズも終盤にちょっとあって、これはまあそれらの中に含まれている1個ですね。ちなみに今名前を挙げた中では、ブラーのリデコのアーシーとブラストオフに関しては国内での発売予定はまだちょっとないみたいですね。まあないみたいですねというか、ブラストオフに関してはもう国内の方が先に出たと言ってもいいようなアイテムなので、わざわざもう一回出なくてもあまり不満はないかと思いますけど、アーシーはちょっと予定されてないみたいです。一方でグロテス、まあ海外名ではグロテスクとなってますけど、グロテスについてはこのリパグナスの日本名リパックと合わせて2個1セットでレジェンズの EX 版、まあ要するにレジェンズって店頭売りの展開はもう終わってしまったんですけど、タカラトミーモール限定でリパックグロテスの2個1セットという形で、すでにまあ受注が始まっていますが、通販限定で発売されるという形のようです。では早速開けていくことにしましょう。はい、中身を取り出して並べるとこんな感じ。まずリパグナス本体と、それからヘッドマスターというか、まあ海外版なのでタイタンマスターですね、ダスタードと言います。おそらくこの色、何かモチーフがあるんじゃないかと思いますけど、ちょっと個人的にはパッと見ではわからないですね、すいません。そしてこちらがプライムマスターのソラスプライム。これは直接リパック、リパグナスとは関係がないキャラクターなんですけど、まあ特典としてついてくるみたいな感じですね。これにしか付いていないという種類のものではありません。あのオクトパンチ型のシェルに入っている一般のソラスプライムもあるんですけど、色が全然違っていて、これはクリア成形になっているものですね。そしてこちらは一対の武器なんですが、これも別の色のクリア成形になっていて、なかなか高価です。この2つは後で合体させてウェポンビークルみたいな形にすることもできますね。それと説明書。ではまず最初にこちらの2つの武器パーツをリパグナス本体に取り付けて完全な形にします。リパグナスの背中側を見てみると、
ここと、それからここに平型のピンがありますね。ここにこちらの武器パーツ、まあこれ実はこの爪の部分の形だけ微妙に左右非対称なんですが、まあ大体同じ一対の形をしているものの、ですね、裏返すとこの部分に平型のピンを受ける穴がありますね。ここに取り付けます。そうしたら実はこのリパグナスにもですね、ビークルというわけではないんですが、ちゃんと使用通りヘッドマスターというかタイタンマスターを乗せておける場所があります。胸のここにちょっとだけクリアになっている場所がありますよね。この部分実は開くようになっていて、はい、こんな感じで開くようになっているので、ここにダスタードを登場させることができます。ではタイタンマスターのダスタードの形を確認しておきましょう。全体の見た目はこんな感じ。リパグナスのカラーリングに合わせて全体的に黄色になっていますが、ちょっと特徴的なのがですね、映像だとさすがに小さすぎてあんまりわからないかもしれないんですが、頭部が獣面のような動物っぽい形の頭になっていますね。ちょっとわからないんですけど、これもしかすると G1 の当時のリパグナスというか、まあ国内のリパックが発売されていた時に同時に展開されていた、まあ非変形なんですけど動物モチーフになっているビーストフォーマーっていうシリーズがあって、それのどれかのキャラクターをモチーフに撮っているかもしれませんね。でこちらを例によって股関節と膝からこういう風に L 字に曲げて、先ほど開けたハッチに登場。はい、こういう風に着座姿勢になってここを閉じれば、はい、晴れて完全な形になりました。それでは見た目を確認していくことにしましょう。はい、ご覧になっていかがでしょうか。いやー、一度見たら忘れないめちゃくちゃ特徴的なモンスター型ですね。まあ一応ビーストモードと呼んでいいんじゃないかと思いますので、ビーストモードで扱いたいと思います。このリパグナスはどういうキャラクターかというとですね、一応これ G1 の頃からいたんですが、 G1 の頃のファイヤーボットというシリーズがあって、ですね、これは口の中に火花が散るというギミックを搭載していて、実際にボタンを押すと目で見える感じで火花がバーって口から散るっていう、まあ今だとあんまり採用されづらいタイプのギミックを積んでいた独特なシリーズがあって、その3体のうちの1体ですね。残りの2つは海外名でいうところのツインフェルノとグロテスク、日本でいうところのダブルクロスとグロテスですね。その2つと合わせて3つでファイヤーボットだったんですが、日本ではですね、このリパックは特別な並行輸入という形でしか発売されませんでした。まあでもこの特徴的すぎる見た目を見ると、日本でこれだけちょっとはぶられた扱いになったのも無理からぬことかなっていう感じはしますね。ご存知の方はわかると思いますけど、グロテスとダブルクロスの2つに関してはそれぞれ割とオーソドックスなドラゴン型っていう感じになっていて、日本でも結構刺さる感じの姿だったんですけど、なぜかかっこいい動物が2つ続いた後へいきなりこれが発売されたんですよね。海外でも3つを並べた時に3つの調和が取れてるなっていう感じは全然なかったと思うんですけど、なぜか3つ目のファイヤーボットだけドラゴンとはかけ離れた、これ何なんでしょうかね。地球の動物の何にも似てなくて何型とちょっと言えないんですけど、このなんというかセミにリスの足を生やしたみたいな独特なこういう怪物の姿で G1 の当時も発売されていました。まあ確かにこのなんというかカマキリのような手とリスのような足っていうこの組み合わせも不気味なんですけど、一番一度見たら忘れないっていう感じなのは何よりこの頭ですよね。なんというかクワガタの顎のような牙がこういう風に横から出ていて、その真ん中にあるのは虫の顔というよりは何なんでしょうね、これは宇宙人の顔みたいな感じのすごい大きなギョロ目がクリアパーツで造形された、もう何とも似てない独特の顔ですね。そしてこの顔、横に突き出ているこの顎というか牙のような部分は、これはですね塗装で全く別の色になっているんですが、パーツ的にはワンパーツでここ動かないんですけど、代わりにこの部分お分かりになるでしょうか。口の部分が一応下へ下げると開くようになっています。薄い顎が下に降りたのが分かるでしょうか。ここが一応こういう風に開閉するようになってますね。これゲーコマですね。あ、ちなみにですね、このリパグナスは今ここにエンブレムがあるので同時にお話ししてしまいますが、この見た目にもかかわらずオートボットですね、正義の戦士ということになっています。
G1 のリパグナスのイメージをかなり克明に再現しているというか、上半身に関してはほとんど当時のまんまっていう感じですが、下半身だけちょっと違いがありますね。下半身はですね、当時はもっとこの足がこういう風に開いた位置ではなく、股関節から普通にこうまっすぐ2本揃って出ている感じになっていて、あの G1 リパックで画像検索してもらえれば当時のやつすぐ画像見つかると思うんですけど、足が揃っていることでかえって下半身だけ、プロポーションは人間なのに足だけ影爪みたいな妙な気持ち悪さがあって、本当に一度見たら忘れられないっていう、そのインパクト感がお分かりいただけるんじゃないかと思います。でもですね、このリパグナスというか国内名リパックは G1 の当時アイテムの展開上は確かに若干ハブられ気味ではあったんですが、アニメには実はちゃんと登場したんですよね。ザ・ヘッドマスターズの結構序盤の方のエピソードだったと思いますけど、まあビーストフォーマーのクロスプロモーションみたいな題材のビースト戦士がたくさん住んでますみたいな惑星を探検するっていう話で、確かリパックはちゃんと声も当たって劇中で活躍する場面があったような気がしますね。まあそれ以外であんまりたくさん出てきはしなかったと思いますけど、紛れもなくアニメに1話きちんと登場しているエピソードがあったと思います。ちなみに特別な並行輸入みたいな形で少しだけ扱われたとさっき言ったんですが、具体的にはどういう風に扱われていたかというと、そのビーストフォーマーっていうシリーズのポイントを貯めて応募できる懸賞の商品みたいな感じになっていたりとか、あるいはですね、ファンクラブ限定の通販用のアイテムになってた時期もあったんじゃないかと思いますね。お店によっては単純に店頭で全く買い替えパッケージのまんまで、まあテスト販売みたいな感じで売られていたケースもあったようです。まあそういういろんなルートで細々と実は結構長い間あったことはあったみたいですけど、ちょっとまあ見かけなかったという方の方が多数なんじゃないですかね。まあざっくり言うとシャークトロンと同じような扱いだったというと分かりやすいかもしれません。というか今シャークトロンの名前が出てきましたけど、シャークトロンも名前シャークってなってますけど、全然サメと関係ない見た目で謎クリーチャーですよね。トランスフォーマーの2010から、まあ国内でいうところのザ・ヘッドマスターズが放送されていた年ぐらいまでにラインナップされたものは、実はですね、国内だとあんまり出なかったんですが、海外の全商品のカタログを合わせてみると、そういう謎クリーチャーすごいいっぱい出たんですよね。そういう感じの謎クリーチャー、今後リニューアルされる感じで、当時日本で出なかったもの、日本でも発売されていってくれると嬉しいですね。では一応ビーストモードということで、それほど優秀ってわけではないんですが、稼働がどういう風になっているかだけ見ていきましょう。まずこの手と言っていいんですかね、この部分なんですが、一応これはですね、ロボットモードの手と兼用とかではなく、本当にこのモードのためだけの腕になっていて、まずそこが優秀なんですが、ちょっと稼働の方向が限られますね。まずこの部分、付け根の部分一応動くんですが、単軸のヒンジになっていて、しかも内側にしか曲がりません。そして肘に当たる部分、ここがこういう風に独立して動くの結構すごいんですが、ここもですね、一応ボールジョイントになってはいるんですが、外側へ向けることはできないですね。内側へ向けられるだけです。そして収納のための恩恵ではあるんですが、この先端の鎌のような爪も一応多少動きますね。そしてこの足もですね、まあ確かに変形後も一部ロボットの足を構成する部品ではあるんですが、ほとんどの部分がこのモードのためだけの足という風になっていて、こっちも結構面白いですね。こっちの足はもう普通の足同様に、ここがまず動くほか、膝の部分でも稼働するようになっています。足首も一応、まあ足首というか爪の部分が大部分なんですが、独立してこういう風に動かすことができるようになっていますね。ロボットモードだと収納してしまう、このモードのためだけの足なのに結構パーツ数が割かれていてすごいですね。あとは先ほどお伝えした通り、この口の部分というか顎の部分が少しだけ上下に動きます。さてそれではリパグナスについてきたもう一つの付属品、直接絡むギミックはないんですが、こちらのソラスプライム特別カラーバージョンの方も見ていくことにしましょう。全体の見た目はこんな感じ。まあプライムマスターとは言っても、はっきり言ってタイタンマスターとギミック的には全く同じで、色と形だけ違いますっていう感じなので、あまり詳しい説明はいらないんじゃないかと思いますが、一つ面白いのはこちら、後ろから見ていただくとお分かりの通り、頭部ではなくこういうコアの形になっていて、プライムマスターですよね。つまり3年目のパワーオブザプライムズのギミックのアイテムなんですが、タイタンズリターンとして発売されたアイテムにそれがついてるんですよね。この組み合わせがちょっと面白いですね。ちなみに変形させてみるとこんな感じ。普通のソラスプライムと違って完全にこの辺りが全面クリアパーツになっているので、なかなか綺麗でいかにもクリスタルっぽい感じですね。まあでもこれは今回ヘッドオンさせたりする種類のものではないので、変形させてこうなるという以外の組み合わさった遊びはちょっとないですね。
さてこちらのリパグナス、まあ何度も言った通り非常に特徴的な見た目なんですが、日本のレジェンズのシリーズにそこそこ付き合ったっていう方の中には、あれこの見た目のアイテムって前にも1個なかったっけっていう風に思った方いらっしゃるかもしれません。その通りですね。実はこのリパグナスはこちらとそれからこちら、はい、そうなんです。リパックとは直接関係のない過去のレジェンズのラインナップのアイテム2つにそれぞれ関連のあるアイテムが1回ずつ同梱品としてついてきたことがあります。まず1つ目がこちら、レジェンズのゴング。この大きさを見ていただいてお分かりの通り、ゴングそのものはヘッドマスターギミックとか特にないんですが、一応中に乗せられるようにだけはなっています。そして付属品としてついてくるこちら、まあ、ヘッドマスターですね。これがリパッグという名前でした。日本のレジェンズのシリーズだとヘッドマスターはそれぞれ個別の名前はなくて、ただ単にヘッドマスターとなっているものが多いんですが、このゴングだけ、まあ、言ってみれば例外的に名前がリパッグという風になっていました。このリパックがですね、実はよくよく見てみると今回のリパグナスの色と形を一応まあ継承しているんですよね。このロボットモードもまあパッと見で即わかるってほどではないですが、色のバランスとか今回のリパックに結構近いと思いますし、こちらもですね、顔の感じちょっと違うんですが同じようなデザインでリパックの顔になっています。実はこのタッチの違うこちらの顔とこちらにもともとついてくる顔はそれぞれどういうバージョンの顔かっていう意味があるんですけど、それはまあ後でご説明します。そしてもう一つがこちら、レジェンズのブロードサイド。ブロードサイドはですね、過去にトリプルチェンジャーが何度リニューアルされてもなぜかシリーズでこのブロードサイドだけはぶられてしまって出ないってことが多かったんですが、レジェンズでついに出ましたね。このブロードサイドに、まあ、海外でセットだったわけではなく日本版だけでセットになっていたんですが、こちらリパックアーマーというのがついてきました。このリパックアーマーというのも明らかに今回のリパックのデザインを継承しているものですね。こちらはロボットに変形するとかっていうものじゃなく、前にスカルとかの動画を出した時にちょっとだけご紹介したんですが、パートナードローンと呼ばれる仕様のものですね。ちなみにこの2つが発売された時点ではまだファイアボットのリニューアルはツインフェルノというかダブルクロスぐらいしか出ないような空気だったので、こういう風にリパックをサポートしたものがついてるっていうのはフォローが行き届いてるっていう感じで好印象なものだったんですが、こういう風にリパックが出るということになってしまうと、ちょっと後追いでこちらを見つけてきて3つ集めるっていうのが逆にちょっと敷居高めに思われてしまうかもしれないですね。まあでもこれ単品で遊べないというわけではないので、まあ無理して集めなくても大丈夫かなとは思います。ではそれぞれからリパックに関係するものだけ取り出してみましょう。はい、取り出してみました。結構サイズが小さいんですが、こちらがゴングから取り出したリパック、そしてこちらがブロードサイドから取り出したリパックアーマーですね。まずはヘッドマスターのリパックの見た目から。全体の見た目はこんな感じ。ロボットモードの印象をかなり忠実に再現してますね。結構似てると思います。特にちょっと小さいので見えづらいと思うんですが、顔の感じとかはかなりリパックの雰囲気をつかんでますね。そしてもう一つがリパックアーマー。まあこちらはパートナードローンということで、今これビークルモードみたいな感じになっているんですけど、まあそれほど変形が複雑じゃないのでお分かりかと思いますが、怪物を裏返しに寝かせただけですね。この2つに関しては、まあこれじゃなくてもいいんですが、こういう感じでヘッドマスターがあれば色々と組み合わせて遊ぶことができて、まずこの穴の一番底の部分、ちょっと見えるでしょうか。マイクロピンが2つあるので、それを使ってこれを普通に登場させることができます。こんな感じですね。一応乗り物に乗っているニュアンスが出ているんじゃないかと思います。ちゃんとマイクロピンに刺さっているので全くぐらつくことなく、ちゃんと落下せずに乗せることができますね。そしてもう一つの組み合わせ方が、まあ想像はつくかと思いますが、要するに先ほどのリパグナスでいうところのビーストモードの形状にすることができるということですね。こういう風に手と足を引き出して、それからこの部分がですね、こういう風に二重ヒンジで起きるようになっているので、こういう風に完全に伸ばします。そしたらヘッドマスターを変形させて後ろを向けたら、先ほどのビークルを起こしてここにできているスペースにこのヘッドをこういう向きで取り付け、きちんと奥まで押し込むと位置が固定されるので、そうしたらこの二重関節を下は後ろ、上は手前という感じでこういう形に畳んで、背中の翼の位置を調整して、あとは手にこういう風にちょっと角度をつけてやれば、ご覧ください、リパックのビーストモードが出来上がります。これ完全に先ほどのビーストモードと同じ感じですよね。
発売タイミング1年以上離れている同士となりますが、この2つをこういう風に並べてみるとこんな感じ。もうこの特徴的な目の大きな顔といい、全体の色使いといい、同じものの大小という感じで親子みたいな感じの関係性に見えますね。そしてですね、唯一違っているのがこの翼の形ですかね。まあ、こっちは翼と言えるようなものではなく、閉じている時の虫の羽みたいなニュアンスで、 G1 の形に近いのは圧倒的にこっちなんですが、こちらはですね、そういったものではなく、さっき翼と言いましたが、まさしく翼ですね。グライダーのような大きな三角形の割とヒロイックな形の羽がついています。 G1 とはこっちは結構形状が違っていますね。そしてこちらはですね、形は同じなんですが、パートナードローンの仕様を持っているわけなので、ロボットモードにこそ変形しないんですが、先ほどお見せしたビークルモード、そしてビーストモードの他にウェポンモードに変形させることもできます。まずこの頭部を二重ヒンジで完全に起こしたら、この下の部分をですね、今度は前側へ倒して、そして頭をこの位置で固定。そうするとですね、この顎の裏側に縦にグリップがあるのがわかるでしょうか。これをヒンジで引き出して、これが持ち手ですね。そしたら次にこの足を起こして、さらにこの背中の翼をヒンジで180度起こしたら、まあちょっと一目で武器という感じではないんですが、これが一応ウェポンモードということになります。先端をハサミのようにも解釈できますし、一応この部分、まあすねの裏側というか、要するに足の後ろ側っていうことになるんですが、銃口のようなモールドがついていて、銃のニュアンスを与えられていることが一応わかりますね。ということで、こちらのウェポンモードを今回のこちらのリパグナスのロボットモードに持たせることができれば、3つの商品に分かれて入っているリパック関連の部品が全て1つにまとまって余剰なしになるということですね。というわけで、ではこちらをいよいよロボットモードへ変形させていくことにしましょう。実は今回のこちらのリパグナス、変形のプロセスを見ている間に、結構トランスフォーマー集めている方の中にはあれって気がつく方もいらっしゃるかもしれません。それでは見ていただくことにしましょう。リパグナス、トランスフォーム。完成、リパグナスロボットモードです。武器がやや突飛な場所から飛び出た感じになっていますね。これはですね、ビーストモードの時についている正位置から外すことなくロボットモードへ持ってこれますよというのをお見せするためにわざと外さなかったんですが、ちょっとここについていると使い方が謎な感じになるので、一回外して腕に持たせることにしましょう。外すとそれぞれの後ろにこういう風に 5mm のピンがあるので、はい、こういった形で二刀流の剣として持たせることができます。これでようやく普通の武器っぽくなりましたね。ではこの状態で見た目を確認していくことにしましょう。はい、ロボットモードの見た目ご覧いただいていかがでしょうか。ビーストモードの方はもう見た目が他の何にも似ていないと言ってもいいぐらい非常に特殊な形をしていたので、それを思うとこちらは打って変わって非常にプレーンな感じで、ヒロイックとさえ言えるような意外な感じのロボットモードですね。普通にかっこいいと思います。背中側を見てもですね、確かにまあこの顔が丸ごとついてはいるんですが、それ以外は特別な背負い物なんかもなく、非常にプレーンな形のロボットモードを実現できていますね。
そしてロボットモードの形状デザインカラーリングなんかはもうビーストモード以上に G1 のリパックにめちゃくちゃそっくりですね。非常に特徴を捉えていると思います。特にこの大胸筋のような形に畳まれるビーストモードの時の腕、これ実は畳み方 G1 の時と逆と言ってもいいぐらい結構違う畳み方をしているんですが、畳まれた後の姿はまさしく G1 のあのリパックの上半身ですね。これすごいですね。そして足に関してもこのなんて言うんでしょうね、割とスラッと長く、しかもこのすねから下の部分がプレーンな感じで赤い四角になっているこの感じはもう G1 のリパックにものすごいそっくりですね。一方で変形のプロセスに関してなんですが、変形シーンの前にもしかするとあれっていう風に気づく方がいらっしゃるかもしれないという風に言いました。それが何かというと、気づいた方いらっしゃったでしょうか。そうなんです、実は他のファイヤーボット系のリニューアル、要するにグロテスやダブルクロスと同じ形の変形をしていた部分が多かったですね。特にこの足なんかは概要は大体それらと同じでした。つまりこのリパグナスはですね、全然ビーストモードの形違ってドラゴン型からは想像つかないぐらい全然違うビーストなんですが、大まかにはリデコっていうことですね。まあパーシャルと言った方が今風かもしれませんが、基本的にはその変形パターンを踏襲していて、パーツも意外なほど実は共通しています。でも見た感じそういう印象は全くないですよね。ビーストモードもあれだけ違う形をしていますし、カラーリングも全然似ていないですし、同じものが大体流用されているみたいなことはいじって相当変形させてみて、ああこれもしかしてってようやく気づくかっていうぐらいのレベルですね。なかなかこのあたりうまく使っているなっていう感じですごいなと思います。ちなみにですね、こちらの付属品のソラスプライム、まあアイテムとして絡みがあるというわけではないんですが、先ほど一度お話しした通り、この武器はですね、ウェポンビークルの形にすることができて、このパーツの左右非対称になっている爪を噛み合わせるとですね、こういう形の、まあ、ビークルというほどではないんですけど、ここに一人タイタンマスターなりプライムマスターを乗せておけるだけのスペースができます。こういう風に後ろにして見てみると、ちょっとパーツがクリアなのでなかなか凹凸が確認しづらいですが、ここに足にはめるマイクロピンが2つありますね。ソラスプライムをこういう風に体腕とも伸ばしてマイクロピンに取り付けるようにすることで、はい、こんな感じで登場スタイルを再現することができます。まあ、こうやって取り付けておくと一応余剰なしになるということですね。こういう風に水平に人を乗せている状態でこのグリップで腕に持たせるとですね、さすがにちょっとおかしな感じになるので、実はこれちゃんとこのスタイルに見合った取り付け方というのがあって、この部分にこういう四角い平ピンがありますよね。これを使って肩の後ろ側のこの部分の穴、これをこういう風に起こすことで、まあ腕をこんな感じにしてやるっていうことですかね。ここに乗せることができるようになっています。つけるとこんな感じになりますね。まあこちらのロボットモードでもこういう風に無理なくつけられはするんですが、肩の角度から言ってビーストモードの状態でこの取り付け方をする方がやり方としては楽かもしれませんね。まあビーストモードだと逆に足がこういう安定した水平の足じゃなくなるので、ちょっと角度が前に傾いてしまったりするかもしれませんが、まあどちらの形態でもつけておけるということですね。これはいいですね。ではこの状態で先ほどのこちらパートナードローンにヘッドを投入してさらに変形させたものを腕に持たせてみると、はい、こんな感じになりますね。いかがでしょうか。実はですね、この腕こういう風にある程度上げた状態で保持しておきたいところなんですが、肘の関節があまりに緩くて重さに耐えられないですね。まあこちらの剣ぐらいだったらワンパーツなので持たせてもそれほど問題はないんですが、少し重たいものを持たせようとするともう全然耐えられないっていうぐらいの、最近のトランスフォーマーとしては珍しいぐらい肘の関節がゆるゆるですね。そしてこの肘の関節ただ単に緩いだけだったら、腕を完全に水平まで上げてしまえばここで止まって真横には持てるかなと思ったんですけど、見ていただくとお分かりの通りちょっとこういう風に反対側へ向いてしまうんですよね。これでさらに緩いとなると、ちょっとなかなか武器を正しい角度に保持しておける方法がなくて、まあこれは見た目的にはこの銃口というか、まあ先端の部分が下につく感じになるのを承知で、こうやって下に垂らしておく以外ないんじゃないかと思いますね。いろいろやったんですけど、これ以外しょうがないと思います。これちょっと残念ですね。まあもともとこちらと組み合わせる前提の商品じゃないので、ちょっと愛が悪いのは仕方ないんですけど、それとは別問題として肘の関節もうちょっと硬いと良かったですね。顔のアップです。
頭部の形状と顔のデザインは当時の G1 の玩具のリパックの顔にめちゃくちゃそっくりですね。本当にニュアンスをよく捉えていると思います。この若干小さすぎる感じの点のように打たれているだけの目も G1 当時の玩具のリパックはこんな感じの顔でしたね。ニュアンス非常によく捉えていると思います。そして先ほどですねパートナードローンの方につけていたこのゴングについていた方のタイタンマスター、こちらもリパックの頭部になるわけなんですが、こっちは随分と目がはっきりしていますよね。これにちょっと付け替えてみましょう。外してもう一方をヘッドオン。はい、なんだかちょっと首の座り的にはこっちの方がしっかりはまる感じですね。ではこちらも顔のアップをお見せしておきましょう。こちらもですね顔の周辺にあるパーツなんかの大まかな配置やデザインは同じなんですが、目の部分に大きな違いがあります。この似たようなでも違っている顔が一体何なのかというとですね、これはアニメに登場した時のリパックの顔ですね。こちらの顔とデザインは大体同じなんですけど、アニメに登場した時にはこの目の部分を中心にちょっとニュアンスが違う感じの大きめのはっきりした目元に変更されていて、この顔でアニメには登場していました。そっちをフィーチャーしたものですね。まあ大体レジェンズで発売されるものはアニメに塗装とか形状を寄せられていることが多いので、それに準拠したっていうことだと思います。さてでは稼働を見ていくことにしましょう。ことさら柔軟というほどの構造ではないんですが、それでも体の周りに大きな背負い物とか長物板物みたいなものがついていないので、その分なかなか動くといった感じですね。見ていくことにしましょう。まず頭部、これはまあヘッドマスター構造なので、このヘッドロボの首のジョイントがそのまま生きているという感じですね。ぐりぐり動かすことができます。一応後ろにこういう風に顔がすぐ迫っているんですが、まあそれでも回せないほど迫っているわけではないですね。首は360度回せると思います。次に肩、これも標準的な可動ですね。まず邪魔するものがないので360度回せるほか、肩アーマーの下から水平まで、まあ、要するにガンダム可動ってやつですね。そして上腕の中ほどで縦ロール、肘はさっき言った通りきっちり90度曲がりますし、余分に後ろへも曲がるぐらいなんですが、この保持力がちょっと弱いですね。剣1本でもギリギリといった感じで、少し重いものを持たせるとすぐ垂れ下がってしまいます。そしてこの腕の先、拳の部分は別パーツなんですが、回転とかは無理ですね。ですが収納の恩恵でこちらへ少し曲げることだけはできます。そして胴体、今回はちょっと可動がないですね。なぜかというと最初にお見せした通りこの部分がガバッと前へ開くという感じで、中にコクピットブロックがあるので、ちょっとその部分のスペースが確保される関係上回せないですね。まあタイタンズリターンのアイテムなので、コンバイナーウォーズの時に使っていたこの股上のこの辺りで切れて、こっから下だけ回るみたいな構造があってもよかったんじゃないかなとちょっと思ってしまいますが、今回はそれはありません。胴体は可動はなしですね。そして次に股関節、股関節はもう見ていただいてお分かりの通り全然邪魔するものがないので、前にも後ろにも水平にも90度上げることができます。ただ全部無段階ですね。ここちょっとギザギザになっているのでクリックついているのかと思ったんですけど、どうなんでしょうね。一応少しパーツが噛んでるのかもしれませんが、いじった感じはクリック感は全然ないですね。そして股関節受けのすぐ下で縦ロール、膝はもともとパーツを180度かぶせるといった感じの変形なので、まあ、180度は曲がらないですが、かなり深くまで曲げることができます。そして最後に足首ですが、足首はですね変形の恩恵でちょっとこういう風に倒すことはできますが、それ以外は一軸でこういう風に水平に回転するのみですね。一応実は変形の恩恵でこの部分のユニット、これがこういう風にちょっと開けるようにはなっているんですが、開く方向がこういう風に外側だとなかなか使いづらいですね。これが内側へ倒れるっていう話だと足の可動として生きたと思うんですけど、これはちょっとまあ動かせはするんですが、可動には貢献しないかもしれないですね。人体の可動を逸脱してしまいますからね。ポーズをつけるとこんな感じ。Thank you.
では大きさを比較していくことにしましょう。いつも出している12分の1のネゴシエーターを横に並べてみるとこのぐらいの感じ。まあ今回デラックスクラスのアイテムということで、いつもの標準的なデラックスクラスと大体同じぐらいの感じですね。足がちょっと特別な変形で、横についていたものが下駄のように下に入るという関係上、ちょっとだけ足が長いような気もしますけど、まあそれでも大体同じぐらいですね。頭一つ分ぐらい低いといった感じ。いつもいつも全く同じものと比べてばかりでもどうかなと思ったので、いつもは画面にあまり出てこないこちらナイトバードシャドウさんと比べてみるとこのぐらいの感じ。お互いデラックスクラス同士なんですが、まあこちらはウーマン戦士ということでちょっとだけ小ぶりに作ってあって、まあこっちヘッドマスターということもあり、いろいろな面でこちらの方が少しだけ小さいですね。どうせレアなものをということであれば、割ととことんレアを追求したものということで、こちら。まあコレクターアイテム的なものではないですが、あまり日頃見る機会ないんじゃないでしょうか。ビーストウォーズセカンドの時に登場したムーンですね。ムーンは一応ロボットモードに変形はするんですけど、こっちのモードの見た目ってあんまり印象に残ってないんじゃないでしょうか。そしてこちらはマスコット的な本当にイレギュラーな発売っていう感じのアイテムだったので、何クラスとかがなくて、ちょっと中間的な身長していますね。スカウトほど小さくないんですけど、どうでしょうね。頭1個半ぐらい小さいといった感じですかね。あ、でもそういえば前に一度だけこれ出したことがあるような気もしますね。その時確かこのスコープを覗いた時、中に収録されている仲間たちの日常ショットみたいな絵の一つにエプロン姿のライオコンボイっていうお宝ショットがあって、それが割と話題になったことがあるみたいな話もちょっと出したような記憶がありますね。まあいろいろ突飛なものとも比べたんですが、要するに標準的なデラックスクラスの大きさですね。遊びやすい大きさだと思います。以上、このままもう出ないのではないかというふうにマニアの間では心配されていたものの、無事一足遅れで発売されたファイアーボットの最後の一人、海外版トランスフォーマージェネレーションズタイタンズリターンよりリパグナスのレビュー、いかがだったでしょうか。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。はい、楽しんでいただけたでしょうか。今回の動画面白かったという方は、ぜひ高評価のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それとチャンネル登録は動画の下の赤い登録ボタンか、またはトークを最後までご覧いただくと、このすぐ下にボタンが出てきますので、そちらから登録できます。よろしくお願いします。さて、今回のリパグナスのレビューいかがだったでしょうか。ですね、動画の中でも言ったんですが、このリパグナス、これ以外のファイアーボットのリニューアル版である、いわゆるグロテスとダブルクロスと、まあ大体同じような構造を共有していながら、見た目がもう全然違っているんですよね。まあこの足の間とか後ろのこの辺りとかを見ると、元になった形を知っていればもしかしてとは思うんですけど、例えばこの上半身の形なんかは全然グロテスとかと似てなくて、これ本当に同型を継承してるのってちょっと一瞬びっくりしちゃいますよね。ということで、こういう感じの驚きに絡めて今回は皆さんに伺ってみたいと思います。皆さんはこういった感じの、まあトランスフォーマーじゃなくてもいいんですが、シリーズ化されて数発売されるメカとかロボットおもちゃに関して、構造を共有している、あるいは部品型なんかを共有していることをどこまでなら許容できるでしょうか。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。これには個々人でいろいろな意見があると思いますね。原則全部完全新規型であるべきで、一つも許さないとは言わないが、ないに越したことはないというふうに考える方もいらっしゃるかもしれませんし、アレンジのアイディアが非常に秀逸であれば、積極的に型の流用を行っていてもそれはそれで楽しめるというスタンスの方もいらっしゃると思います。ちなみに自分はというとですね、前者後者どちらかに完全に寄っているっていうわけではないんですが、まあそれでもトランスフォーマーを長年めでている身なので、後者に近いと言わざるを得ないと思いますね。例えばですね、以前にボットコンの限定品とかに関する動画を出した時に言ったと思うんですが、ボットコンって、まあ今もうボットコンないですけど、基本的にはですね、既存のアイテムをワンアレンジ施して別のキャラクターにするっていうような、そういったアイテムのみで限定品が構成されていて、完全新規型って基本ないんですよね。ないんですが、ああいうの買う人って大体の場合は、完全新規であるか、あるいはどこまで新規であるかみたいなことを見てるわけじゃなくて、どんなアレンジでどこまでうまくいろんなものを表現しているかみたいなアレンジを見るっていうチャンネルでもう買ってると思うんですよね。自分もまさしくそれで、ああいうものを見てみると、アレンジのアイディアさえ秀逸であれば、むしろ積極的に型の流用をやってくれても面白みはそれはそれであるなというふうに感じるところはありますね。例えばですね、昔トランスフォーマーの海外版の有名な限定アイテムの中に、変形変形のランボル3ストリーカー型の表と裏を両方使ってパンチカウンターパンチを再現したってやつがあって、まあこれ非常に有名な限定品なんで、今でも新品の出物があるととんでもない値段ついたりすることがあるんですけど、これに関してはですね、型の流用の仕方というかアレンジの仕方が非常にうまくて、ああなるほどその手があったかっていう感じなので、
これについてはですね、今や完全新規型のリニューアルがついこの間出たんですが、それでもむしろ型を流用していることによって欲しさが増すみたいな、そういう側面がちょっとありますね。こういう感覚はやっぱりトランスフォーマーファンならではのものなのかもしれないですけど、そういう意味で自分は前者か後者かと言われれば後者ですね。皆さんはシリーズ化されてある程度数発売されるようなロボット玩具とかについて、型や構造なんかを流用するということをどの辺まで許容できるでしょうか、あるいはどんな風に感じるでしょうか。ご意見お待ちしています。